どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。どうも、にとってよく喋るおじさんです。どうも初めての方はじめまして。実はですね、私まあ皆さん知る人ぞ知る YouTuber 一の甘党なんですよ。もう皆さんご存知かと思いますけれども、ファミリーパックのチョコレートをですね、一人で食べきるおじさんなんですよ。まあ、将来的にはちょっと糖尿系があるんじゃないかっていう、その危険性もあるんですけれども、そんな私がね、YouTuber 一の甘党を自負するこの私が、最も美味しいショートケーキは何なのかっていうのを探す企画をやろうかと思いまして、各名店のね、ショートケーキを食べていき、ナンバーワンを決める。で、一つの動画でね、20個ぐらい持ってきて食べ比べればいいんだろうけれども、もったいないじゃないですか。一つの動画につき、一個ずつケーキを紹介していくと。で、結果、どれが一番美味しいのかっていうのを、まあ、個人的に決めていくという、そういう動画の趣旨となっております。再生数が振るわない場合は途中でやめます。さあ、今日はそんなわけでですね、でん、これもちろん用意してあるんですね。もう買ってきましたよ。今日用意したのはですね、見えますでしょうか、ね、書いてあります。下に隠れちゃった森本さんというところのショートケーキ買ってきました。北海道では結構あちこちで見かけるんですけど、知らなかったんですけど、北海道のケーキ屋さんで他ではあんまりないのかな。基本やっぱりお店は北海道ばかりなんですけれども、催事上情報としていくつか出ているのを見ると、全国の百貨店の催事場で、まあ、北海道の美味しいものと物産展みたいなの時に出てたりするんじゃないでしょうかということです。さあ、じゃあちょっと早速なんですけど開けてみましょうか。この瞬間がドキドキするんですね。しねえよなんでケーキ買ってきたやつ開けるのにドキドキすることなんてあるんだよ。しかも何買ったかなんて自分で買ったから分かってるんだよ。おっさん一人でショートケーキ買ってきたんだよ。あはーいい匂いだ。あ、どうしようか。物撮りした方がいいのかな。はい、出てきましたね。ドン。ちょっとね、ケーキ自体も撮ってみましょうか。さあ、こんな感じになっておりますね。私が選んだのは、いちごの王様ショートという名前のショートケーキです。見てくださいよ。綺麗。伝わんねえだろうな。せめてセロファン剥がせよっていう感じかもしれませんけども、結構このスポンジ具合とか重要ですよね。スポンジとあと間に挟まってるこのイチゴ、結構厚みのある感じですよね。で、お店の人に一応一番売れてるのどれですかって聞いたら、これだっていうことだそうです。え、細けえことはいいんだよ。要は食べて美味しいかどうかが問題なんだよ。早速なんだけども、まあ、早速食べていこうかなと思いますね。このお箸で、お箸。なんか随分使いにくいお箸。だってショートケーキを箸で食べるってありえないの？じこりゃー！これ箸かと思ったよ。これチンアナゴじゃねえか、これ。これチンアナゴのマドラーじゃねえか、これ。どうなってんだよ、これ。ちゃんと食べようね。ちゃんとね。はい。ちゃんと食べ。ちゃんと、これバターナイフ、これは。いつになったら食べれるんだっていう話なんだよ、これ、ほんまにね。もうこれ、ショートケーキだってこれでなんか、キコ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 って、これは缶切りだから。お供はこちらのね、コーヒーをね、飲みながら行こうかなと思います。え、何？早く食えって。いや違うんすよ、なんかなんだかんだ言って結構動画の尺とか気にしてる自分がいる。うん、滑らかな。あー、綺麗だな。スポンジがすごい綺麗な気がするんだよね。ちょ、無理やりこういうコメントつけたりするけどさ、実際分かってねえっていう話でさ。さあ、食べています。でもね、結構僕いろんなショートケーキ食べてきてるんで、うまいかうまくないか、好みに合うかどうかっていうのは自分で一口で分かる。うん、あ、すげえ好みです。早っ。うわ、あれ、本当ですね、クリームがくどくないな。クリーム甘すぎとかあるじゃないですか。クリームが割とね、くどすぎない。ちょっといちごもまとめて。うん。まあ、いちごの美味しさに関してはちょっと、僕には分かりかねるな。いちごの王様ショートっていうぐらいだから、いちごがね、甘いっていうわけでもなくて、でもケーキと一緒に食べてるから、いちごは基本的にちょっと酸っぱく感じるんだよね、きっとね。
うん、でもねクリームがねくどくなくてね食べやすいかもしれない。ショートケーキとかさ子供の頃さ食べたくてもなかなか食べる機会ってやっぱり誕生日とかクリスマスしかなくてね、だもんだからさ、大人になって自分で自由にお金使えるようになったら俺甘いもんばっかり食べるようになっちゃって、ケーキしょっちゅう食べるようになっちゃったんだよね。なんかテレビかラジオかで聞いたんだけれども、たまにこの間に桃が挟まってるのとかありますよね。このなんだろう、スポンジの間にイチゴも挟まってるけど桃が入ってるのとかもある。で僕結構実は桃が入ってるのとかそういうケーキもすごい好きで、で元々あれって本当はイチゴを入れたかったんだけれども、昔クリスマスの時期にイチゴがなくなっちゃった、イチゴがものすごく高くてしかもなくなっちゃったから、あの代わりに桃を入れたっていうのが始まりだそうですね。眉唾レベルの話だけど、いやこれね、でもちゃんとした何かあの番組かなんかで聞いた話なんで、ね、まあ、受け売りの情報をこうやって自分の動画で堂々とねドヤ顔で発信していくっていうのが、まあ、刑事チャンネルとしてのスタイルであると。ああというわけで完食しました。一応ね、念のためもう一個買ってたりはするんですけれども、いや非常に美味しくいただきました。良かったなって思ったポイントは、あの僕はあの甘党とか言いつつも生クリームがくどすぎるのちょっとダメなんですよ。うってなっちゃうんですよね。で昔さ誕生日のさホールケーキとかさ誕生日にあるわけじゃない。でもガキの頃なんてそんなの一日じゃ食べきれないわけだから、次の日までやっぱり何個か残っちゃうわけだよね。で冷蔵庫に一晩入れておくと、なんだろう、甘みが抜けるっていうのかな、生クリームで一晩冷蔵庫に入れた俺、ホールケーキすごい好きだったんですよ。くどくなくてサクサク食べれて、でもほんどり甘いみたいなね、まあ、そういうのとはちょっと違うんだけれども、その味がするとかっていうわけじゃないんですけれども、なんだろう、くどすぎないっていうところがなんかすごく良かったなと思っておりますね。なんかさっきサイト見ると森本様のね、森本様って様付けなんだけれども、森本さんのサイト見ると北海道のその食材とか素材にこだわって作ってるっていうところもあるので、なんかその牛乳ミルクとかがさ使われてるミルクやなんか、あと卵とかもそうなのかな、新鮮だからかなとかってちょっと勝手に思ってます。というわけで今回のこの森本さんのケーキなんですけれども、点数をつけるとしたら、ドゥルル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 あ、ちょっとこれ完全に人のものパクっちゃってる感じはするけれども、アマトゥースっていうですね単位で、競っていこうかなと今勝手に思いました。8アマトゥースです。上限は何アマトゥースまであるのかちょっとわかんないんですけれども、今回はとりあえずねこれが基準になっていくんで、次回以降森本さんのこのショートケーキと比べてどうだったかっていうことで、その何アマトゥースになっていくのかが変わっていくということで、まあ、暫定チャンピオンの森本さんのいちごの王様ショートケーキでした。皆さん北海道に来たり北海道に住んでる方はもちろん食べたことあるんだと思うんですけれども、北海道にいない方は、各地百貨店のなんかこう催事でやってたりする時もあるので、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。かなり好き、かなり好き。